ファンタスティックスのセグチレイヤと佐藤大樹、上腕の川西匠と木又翔也がフジテレビ系のニュースバラエティ番組、全力。脱力タイムズにゲスト出演する。写真はこちら、コメンテーターとしてスーツを着こなすセグチレイヤ、右、映画、逃走中ザムービーに出演する4人。セグチは7月12日、佐藤は19日、川西は26日。 木又は8月2日の放送会にそれぞれ出演し、ゲストコメンテーターを務める。12日の放送会では、有限実行の進めをテーマに、瀬口が同じくコメンテーターのデイジュンの助、ヤーレンズ、と共にトークする。19日の番組では悪戦苦闘するイクメンたち子育て対処法を特集。佐藤ヤリン太郎、イグジット、ら出演者は、赤ちゃんを泣きやませる方法を紹介するため、 AI 赤ちゃんゆうとくんを相手に泣きやませようとする。26日のテーマは時代とともに変化する善悪の基準。番組ではクズの基準を作るべく芸能界クズワングランプリが行われる。川西はコメンテーターの山添間相席スタートについて山添さんがクズだというのが理解できません。とてもいい人そうに見えますがと印象を語る。 木又や屋敷広正、ニューヨーク、が出演する8月2日の放送会では、最新 VR 特集をテーマに VR の進化について紹介される。フジテレビ系、全力、脱力タイムズ、2024年7月12日、金曜日放送会、出演者、MC 有田鉄平、クリーム市中有田鉄平、全力解説員、斉藤隆吉川美代子、母家光一ゲスト。 セグチレイヤ、ファンタスティックス、デイジュンノスケ、ヤーレンズ、他キャスター、佐久間南、フジテレビアナウンサー、2024年7月19日、金曜日放送会、出演者、MC 有田鉄平、クリーム市中有田鉄平、全力解説員、加藤関人、岸博之、出口康行ゲスト佐藤大輝、ファンタスティックス、林太郎、イグジット、他キャスター、佐久間南、 富士テレビアナウンサー、2024年7月26日、金曜日放送会、出演者、MC 有田鉄平、クリームシチュー有田鉄平、全力解説委員吉川美代子、母家公一ゲスト川西匠、上一山添館、相席スタート、他キャスター、佐久間南、富士テレビアナウンサー、2024年8月2日、金曜日放送会、出演者、MC 有田鉄平、 クリーム市中有田徹平、全力解説員、岸博之、斉藤浩、出口康之ゲスト、木又昌也、城一、屋敷博雅、ニューヨーク、他キャスター、佐久間南、フジ富士テレビアナウンサー。